クトリビア第15話違いのわかる雑学ご案内は大橋敏夫です乾物と干物の違いは植物性か動物性か乾物と干物は共に素材から水分を取り除いて作られた食品ではありますが区別としては野菜や海藻類を乾燥させたものは乾物。 魚や貝類などを乾燥させたものは、干物とされるようです。貫物屋にも、鰹節や煮干しなどの干物が販売されているので、同じものと思いがちですが、実はこういう見分け方があるのです。ハワイの女性は、髪に花を飾る位置で結婚しているかわかる。ハワイの女性はよく、プルメリアの花でできた髪飾りをつけていますが、 この位置によってその人が結婚しているかどうかわかるのです。結婚している女性は左側に、結婚していない女性は右側につける習わしがあり、それにのっとって女性も髪飾りを身につけているのです。もしハワイの女性に声をかける機会があれば、鼻の位置をちゃんと確認することで、失礼がないように心がけないといけませんね。神父と牧師の違いは、 キリスト教の宗派の違い。教会で働いている神父と牧師どちらもキリスト教の教えを伝えるのがお仕事なのですが、大きな違いとしては、神父はカトリックの教会、牧師はプロテスタントの教会で働いていることが挙げられます。また、細かい違いとして、神父は一般の信者より立場的に上の役職なのですが。 牧師は一般信者と対等の立場となっていますそして神父は独身でなければいけませんが牧師は結婚してもかまいません同じように見えて実はいろいろと違いがあるのです雷と稲妻の違いは音がするかかどうか夏の風物詩である雷と稲妻一見すれば同じと思いますが 実は雷は赤卵雲から音を伴って発せられる放電現象で稲妻は赤卵雲内部で光る放電現象でこの場合は音は発せられませんすなわち音が鳴るかどうかでどちらか決まるのですちなみに稲妻に稲という字がついているのは稲が実る頃に多く見られたことからだそうですハイキングとピクニックは そもそも目的が違うハイキングとピクニック両方とも山や公園などに出かけて散策するみたいなイメージがありますがただ散策するだけだと実はピクニックとは呼ばれずハイキングに分類されるのですハイキングとは歩くことを目的とした散策で軽い登山なども含まれます日本語では途方旅行とも訳されたりします それに対し、ピクニックはどのようなものかというと、食事を目的として出かけることを言うのです。そのため、徒歩ではなく、車で出かけたとしても、外での食事が目的であれば、ピクニックと呼ばれるのです。宝石の鑑別はどんな石でもできるが、鑑定はダイヤモンドしかできない。宝石の品質を表した鑑別書と鑑定書、 実は鑑定書というものはダイヤモンドにしかないのですそもそも鑑別という行為は対象となる宝石が天然の石か人工の石かなどを調べることでもっと言えば宝石じゃなくても道端に落ちている石に対してもできるのですそれに対し鑑定はダイヤモンドを色や輝きなどの基準に基づいてランク付けする行為でダイヤモンド以外の宝石に対してはできません ルビーを鑑定するといった表現は間違いなのですもしルビーの鑑定書などといったものがあった場合は疑ってみた方がいいかもしれませんつくねとつみれは材料ではなく作り方が違うよくつくねは鶏や豚のひき肉で作ったものつみれは魚のすり身で作ったものだと思っている方も多いかもしれませんが 実はこれは間違いで、つくねは材料に調味料やつなぎを加えて作った生地を手でこねて形作ってから調理したもの。つみれはその生地をスプーンなどでちぎって鍋などに入れたもので、作り方に違いがあるのです。そもそも語源としてつくねはこねて丸めるという意味のつくねるから来ており、つみれはつまみ入れる、つみ入れるから来ているんです。 実際に魚のつくね、肉のつみれといったメニューもあったりします。実際の意味から考えると、これらのメニューは間違いではないのです。新聞の政府首脳と政府高官は。内閣官房長官と内閣官房副長官を指す。新聞のオフレコ記事によく書かれている表現。政府首脳と政府高官。 話した人をはっきりと言えないが、匂わせたいときに出される表現ですが、これらはそれぞれ、内閣官房長官と内閣官房副長官でほぼ間違いないとされています。実際にそれを裏付ける発言が過去あったのです。2002年に、非核三原則に対する見直しを政府首脳が言及したというニュースに対し、当時の福田康夫官房長官が、それは私であると発言しており、 また、2009年の政府高官が問題発言をしたというニュースの際には、当時の河村武雄官房長官が、政府高官が副長官であることを認めました。かなりグレーであった首脳と高官の違いは、これらの政治家の発言ではっきりとしてしまったわけです。ベランダとバルコニーの違いは、屋根があるかどうか。 引っ越しの際に気になる要件の一つである家から外に張り出したスペースであるベランダとバルコニーこれらが同じようなものであると考えている人がいたらもう一度考え直した方がいいかもしれません。というのもベランダはある程度の雨風をしのげる屋根があるスペースであるのに対しバルコニーは屋根がないスペースをいうのです。ですのでバルコニーで洗濯物を干すと雨にさらされる危険は大きいです。 この違いを知らないのであれば、引っ越す前にもう一度確認した方がいいかもしれませんね。アンティークは100年以上前に作られたもの。ヴィンテージは当たり年に作られたもの。骨董品のお店などでよく聞かれるアンティークとヴィンテージ。似たような言葉ですが、これらにも違いがあります。アンティークというのは、 100年以上前に作られた美術品や工芸品などを指します。実はこの定義は、WTO、世界貿易機関でも定められており、輸入するときなどの関税がかからないことになっています。そして、ヴィンテージは、もともと当たり年に作られたワインのことを指した言葉で、現在はワイン以外にも希少価値が高かったり、名品であるものも指すようになりました。ただ、古いものを扱うお店では、希少なものという意味の上に、 製造20年ほどから100年ほどのアンティークより新しいものを指したりします。映画の友情出演と特別出演ではギャラが違う。映画のエンディング後で流れる出演者のテロップで見られる友情出演と特別出演、これらは大きくギャラが違うのはご存知でしょうか。特別出演とは。 大御所俳優や有名俳優がちょっとした役で出演したときに表示されるもので出番こそ少ないもののギャラもそれなりの額が支払われますそれに対し友情出演とは監督や主演の俳優との親しい俳優が制作費の都合などから格安のギャラで出演したときに表示されるものです場合によってはギャラなしの場合もあるそうですそういうのを知ってからエンディングを見ると変わった見方ができるかもしれませんね 革命とクーデターの違いは外部で起こるか内部で起こるか歴史の教科書でもよく聞かれた革命とクーデターこの違いはどのようなところで起こるかによって変わってくるのです革命は支配されていた層が支配している層に対して行い独裁政権から民主政権へといったような社会体制自体を変えるものを言いますそれに対してクーデターは 武力を用いて政権を奪うことで、どちらかというと、政権内部で権力者を追放して、別の人物が権力の座を奪うことを指すことが多いようです。クーデターの場合は革命と違い、権力者が変わったりするだけなので、社会体制はほぼ変わりません。逆に独裁政権になることもあるので、市民にとっては迷惑なだけかもしれません。 地震の震度は場所によって変わるがマグニチュードは変わらない地震のニュースでよく聞かれる震度とマグニチュードとはどのように違うものなのでしょうかまず震度はそれぞれの場所での揺れの強さを表しますですので場所によって変わってきますそれに対しマグニチュードは地震そのものの規模を表すので場所によっての違いはありませんすなわち 一つの地震につきマグニチュードは一つしかないのですマグニチュードの規模が大きいと遠く離れた場所でも震度の強い地震になったりしますこの二つの違いと関係を理解した上でニュースを見るといろいろと見えてくるものがあるかもしれませんうどん、冷麦、そうめんは太さが違う ジャス日本農林企画の定義によると「うどん冷麦そうめん」は小麦粉などにつなぎや水食塩などを加えて製麺して乾燥させたものという定義がされていますではこれらは全く同じものかと思われるかもしれませんが実は細さによってこれらが分類されているのです。太さ1.7 1.7 1.3ミミミリリリ以以上上ははうどん、ののものは冷麦。 1.3ミリ以下のものはそうめんと決まっているのです。また、同じ材料で幅4.5ミリ以上、厚さ2ミリ未満にすると、き岸面に分類されます。ウイルスと細菌は大きさが違う。コロナのニュースでよく聞かれるウイルスと細菌、これらの大きな違いとして、まずその大きさがあります。細菌は、 通常1から10マイクロメートルウイルスはさらに小さく細菌の100分の1から10分の1程度の大きさしかありませんちなみに1マイクロメートルとは1000分の1ミリのことですまた繁殖の仕方が違います細菌は環境が整えば自ら分裂して増えていくのに対しウイルスは細胞に寄生してその栄養を吸い取ることで増殖していきます 他にも構造など、と違ったりします。一見似たようなものに思えますが実は全然違うものなのです利用は機能を生かして使うこと使用は目的のために使うこと利用と使用共に何かを使うことを意味する言葉ですが実はこの2つは違います。まず、利用は、 すでにあるものをそのメリットなどを生かして使うことを言います道具本来の目的となる使い方で使うのはこちらの言葉となりますそれに対し、使用はある目的のためにそのものを使うことでそのものの本来の利用目的以外の方法でも使われるとこちらの言葉になります例を挙げると、ペンを使って文字を書くのは本来の目的となるので利用ですが ペンで足の壺をしたりするのは本来の目的でないので、使用となります。土偶と埴輪は作られた時代が違う。遺跡などで発掘される土偶と埴輪、共に土から作られた人などをかたどった焼き物です。が、これらは作られた目的も違い、そもそも作られた時代が違います。 土偶が作られたのは縄文時代その用途ははっきりしていませんが例えば妊婦の姿をしたものは作物の豊作や子供が多く生まれることを祈って作られたとされていますそれに対し埴輪が作られたのは古墳時代死者の霊に捧げるために古墳の周囲に並べるものとして作られたものですですので両方とも似ているようで全然別物というわけなのです。 ピラフとチャーハンの違いは米の状態よく似た米料理のピラフとチャーハン両者の違いは最初の米の状態にありますピラフは生米と肉や野菜などの具材とスパイスをバターで炒めてスープで炊き上げたものチャーハンは炊いたご飯を具材や調味料とともに炒めて作る中華料理つまり生の米を使うか 炊いたご飯を使うかという違いがありますなお2つともルーツは古代インドのプラーカという料理とされていますこのプラーカ、鶏や豚の煮汁でご飯を炊きその煮込んだ肉と一緒に炒めた料理ということなんですがどんなお味か気になるところですフレンチブルとボストンテリアの違いは耳と尻尾 独特のブサカワ感のあるフレンチブルとボストンテリアともにブルドックの後輩種であるため非常によく似ていますがよく見るといくつか違いがありますまず耳ボストンテリアのものはシャープで尖っています一方フレンチブルの耳はコウモリの羽に例えてバッドイヤーとも呼ばれやや丸みを帯びていますもっとわかりやすいのは尻尾です ボストンテリアのものは人間の指くらいのものがありますが、フレンチブルのものは丸まった団子のようです。他にも体格や肥毛にも違いは見られますが、性格も対照的と言えます。活発なボストンテリアに対し、フレンチブルは落ち着いているので、買いたいと思う方は見た目だけでなく性格も考慮してお迎えすると良いでしょう。バターとマーガリンの大きな違いは油。 ファンのお供のバターとマーガリン、その違いを意識したことはあるでしょうか。なんとなく好みで選んでいるかもしれませんが、原料、製造方法、成分、風味、それぞれに違いがありますが、決定的な違いは油です。バターは乳脂肪分80%以上、マーガリンは油脂含有率80%以上と定められています。バターの脂肪は牛乳の脂肪分だけですが、 マーガリン類は植物性の脂肪、つまりパーム油などが使われます。材料が違うため、それに伴い製造方法や栄養分にも差異が出てきます。なお、マーガリン類では低エネルギーのものが好まれ、油脂含有率が80%未満のファットスプレッドが主流です。森そばとざるそばの違いは、本当はつゆ。 そば屋で森そばとざるそばを頼んでもあまり違いはわかりません。その割に値段が違うこともあるのですが、違いはどうなのでしょうか。本来はこの二つ、つゆが別物でした。ざるのつゆは質の良い鰹節でだしを取り、森は質の落ちるものを使う店が多かったといいます。しかし品質向上で鰹節の差はほとんどなくなりました。そのため一部はまだ使い分けをするそうですが、 同じつゆを用いているところが多くそういう店では海苔をかけていないものを盛りかけたものをざるとしているのが一般的となっていますシラス干しとチリメンジャコの違いは乾燥具合シラスはイワシ科の稚魚の総称ですウルメイワシなどの稚魚を塩水で煮沸し乾燥させたものを形からチリメンや チリメンジャコと言います。シラス干しとチリメンジャコ、一見同じのようですが、違いは何なのでしょう。答えは、乾燥の度合い。煮沸後、そのまま冷やして水分率を90から80%としたものを釜揚げシラス。機械や天日干しで70から65%としたものをシラス干しと言います。さらに、乾燥度の高いものを チリメンと呼びますしかししらす製品全般を関東ではしらす関西ではチリメンという場合もあるようですポップコーンには二種類ある映画のお供としておなじみのお菓子ポップコーン味だけでなく形によって差があるのはご存知でしょうかまず一つはバタフライタイプ 蝶が羽を広げたような形をしているのが由来で映画館やコンビニで買えるものは基本的にこちらですもう一方はあまり見かけないマッシュルームタイプこちらも名前の通りマッシュルームのような丸い形をしていますグルメポップコーンのお店や輸入品の袋菓子で目にすることがありますそして違いは見た目以外にもありますバタフライタイプはパウダータイプの調味料や溶かしたチーズなどを 絡めやすい特徴があります。マッシュルームタイプはソース類でコーティングしやすいので、キャラメルソースでの味付けなどに適しています。ベビーカーには A 型と B 型がある。街中で目にするベビーカーにも複数の型があるのはご存知でしょうか。A 型と呼ばれるものは、生まれて1ヶ月頃から使えるものです。座席のリクライニングが150度以上になり、 赤ちゃんの負担も軽くなっています。さらに振動吸収や安全性も高いのですが、大きくて重いのが欠点。これに対し B 型は、7ヶ月頃からでないと使えませんが、軽くて持ち運びやすい、簡単な作りなので、安価というメリットがあります。しかし、リクライニングが浅いので、赤ちゃんが気に入らず乗ってくれないリスクもあるようです。それぞれの問題を補うような、 AB 型というものもあります AB 型は簡単に言えば軽量化された A 型最大の欠点をフォローしたようなものです安全性が最重要ですが好みや用途に合わせていろいろ見比べてみるのも大切でしょう山と額の違いは形一言で山と言っても富士山のような山と北岳のような 額があります地形が高く盛り上がったところというのは同じですが微妙な違いがあります額の方は特にゴツゴツとした高く険しい山を指すことが多いようです一方で山は傾斜した地形からなっている連山ではない独立法比較的人里に近いなどの場合に使われることが多いとされます大まかな傾向はあるようですが 厳密に使い分けビュッフェは食べ放題のことではないお腹を空かせていきたいバイキングやビュッフェとは言っても実はビュッフェと食べ放題はイコールと言えませんビュッフェはフランス語で飾りだなという意味 横長の棚の上に並んだいろいろな料理から、好きなものを選んで食べられる形式のことを指します。結婚式の二次会のように、立食形式で好きなものを取れますが、食べ放題とは限りません。一方、バイキングは一定の料金での食べ放題のことです。このルーツは、冷静の前菜を好きなだけ取る北欧のスタイル、スモーガスボード、1957年に、 帝国ホテルがこの形式を取り入れたレストランを作ろうと名前を募集した際北欧の海賊バイキングが採用されましたやがてその店名が転じて食べ放題形式を意味するようになったのですうなぎの小竹梅の違いは大きさちょっとした贅沢でうなぎを食べようとしたとき 小竹梅や波と錠のような違いが気になりませんかこの差は一体何なのか答えを言えばほとんどのお店ではうなぎの大きさになっています値段はそれなりに違いますが質が上下することはほとんどないようですではどんぶりとお重の違いは何なのでしょうこれはより単純で器と見栄えという完全に見た目の違いです高級そうに見せたいからお重 気軽に見せたいからどんぶりと使い分けています。しかし、どんぶりと言っても気を抜かず、有田焼などの高級陶器を使うお店もあるようです。アコースティックギターとクラシックギターの違いは、弦と糸巻き。ギターと一言で言っても種類があります。その中でも一般人には区別しにくいのが、アコースティックギターとクラシックです。 同じギターですがその違いは何でしょうアコースティックはポップス演奏が主のような用途の違いもありますがわかりやすいものもありますまず一つは弦の違いでアコースティックはスチール弦なのでキラキラした音がするのに対してクラシックは柔らかいナイロン弦やガット弦のため暖かく柔らかい音になりますもう一つは素人でも見てわかる上部の糸巻き部分 アコースティックは、ヘッドを正面に向けると横に糸巻き部分がありますが、クラシックは後ろになります。他にも細かい違いはありますが、熟練者でなくても判別できるのはこの二つでしょう。ピーナッツはナッツではない。おつまみの定番のナッツ類、当然。 名前にナッツとつくピーナッツもその仲間と思いがちですが、実は違います。その理由は何でしょう。まず、硬い殻や皮に包まれた食用の果実や種子を、種実類と言います。それら全体を言う場合もありますが、特にその中の木の実がナッツとされます。一方、ピーナッツこと落花生。実は豆類で地中で育ちます。つまり、木の実ではありません。では、 なぜ紛らわしい名前がついているのでしょうピーとは豆のことで直訳すると豆のナッツということになりますその背景には栄養素があります本来豆類は炭水化物が多いのですがピーナッツは皮質が半分以上でこれはアーモンドなどナッツ類と同等なのです加えて味や食感も似ているためナッツがついたと思われます ロイヤルミルクティーとミルクティーの違いは抽出方法ミルクティーとロイヤルミルクティー見た目は同じですが喫茶店などでも別メニューとして載っていることがありますさて、その違いはどこにあるのでしょうか普通のミルクティーはお湯で出した紅茶に牛乳を注ぐという非常にシンプルなものです一方、ロイヤルミルクティーはどうなのでしょうこちらは まず少量のお湯で茶葉を蒸らします。その間に鍋で牛乳と水を沸騰直前まで温めておき、そこへ茶葉を加えてさらに数分蒸します。つまり、お湯だけで煮出すか、少しのお湯と牛乳で出すかの違いです。ちなみに、牛乳を最初から入れないのには理由があります。牛乳を熱すると膜ができますが、先に入っているとこれが茶葉を包んでしまい、 美味しさが引き出せないからなのですおかきとあられの違いは大きさおかきとあられ共に古くから日本人に愛されるもち米を原料としたお菓子ですこの2つの違いは何かというとズバリ大きさだけです全国米価工業組合によると形が大きいものをおかき小さいものをあられと呼んでいます 製法や味などによる違いはありません海苔のついた品川巻きやビールのお供になる柿の種は一般にはあられに分類されますがもし大きなタイプのものが作られればそれはお柿と呼ばれそうですまたおせんべいはうるち米を原料としているためこれは全くの別物になりますちなみにあられという名前は作る時の音と形から来ています 餅を砕いている音や、出来上がって膨らんだ形が空から降るあられに似ていることからついたのだそうです。ビスケットとクッキーの違いはいろいろある。サクサクした食感も楽しいビスケットとクッキー。本来は同じものを指していましたが、日本では違いがあります。クッキーはビスケットのうち糖分と脂肪分が 合計40%以上で、手作り風の見た目のものとされています。これは、かつてビスケットよりクッキーが高級と思われていたためで、安物のビスケットをクッキーと誤認しないようにと、ビスケット類の表示に関する公正競争規約によって定められているルールです。アメリカでは、ビスケットとは柔らかい菓子パンのことで、日本でいうクッキーおよびビスケットは、 まとめてクッキーと呼ばれますまたイギリスではクッキーという言葉はなく全般的にビスケットとなっていますキクトリビア第15話違いのわかる雑学はこれでおしまいですご案内は大橋敏夫でした